ザバロンは1840年代に活躍したアイルランドイギリスの競争馬、シュボバである。父、祖父と同じくアイルランドの出身で、イギリスに渡り、セントレジャーステークスを制すことで、アイルランド競馬のレベルを知らしめた。タネボバとしても、ストックウェルの父として知られる。1842年、ダブリンで10位、ジョージ・ワットンによって生産され、当初アイルランドで走っていた。 1845年に名長教師として知られていたジョン・スコットに太ってはいるが調教を積めば活躍できるだろうと見出されイギリスに渡ったザバロンはその期待に応えシザレウィッチ・ステークスセントレジャーステークスを制覇ただ厳しい調教の成果痩せて非常の気象の荒い馬になってしまったという引退後はテオバルドに販売され1849年から 短い期間ストックウェル牧場で強要され、当時まだ無名だったポカホンタスとの交配に恵まれたことで、ストックウェル・ラ・タプランの2頭の名馬を生み出した。1850年にテオバルドが死亡すると、まだ、ストックウェルらがデビュー前だったこともあり安値で、フランスに輸出されてしまったが、フランスでもオークス馬を3頭、バーデン大将馬2頭を送り出すなど成功を収めた。 ありがとうございます。